はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイク HS さんですね。はい、アメフトのオブジディアンですね。はい、まあ WBC も終わって、店長もちょっと時間が、はい、できたのでPB 割をちょっと復活ね、させました。よいしょ。あ、こうか、こうとかね、あるよね。こうだね、これはね、ほら、はい、オブジディアン、ハバートですね。いやー、ハバート、まあ、去年シーズン前はね、いや、今年ある程度行かないとダメだよね、って店長は思ってて。そしたらやっぱり、まあ、行ったんすけど、初めに骨折してなければっていうところもね、ありましたよね。ということで、今季はもう、はい、確実に、プレーオフ行かないと。っていうとこですね。負け越したらちょっともうやばいよねはい、ということで2年連続プレーオフ行ってるバーローですね。どんなになってんだ。こうだ、こうやって入ってます。次からもう分厚いね。こうやってしようか。はいね、いいっすね。ベース1枚か後ろにもう1枚ぐらいでバーローっすもんね。彼はもう、なんだろうな、ガッツかな、キャプテンシーかな。ハバート君、ハバートは結構ね、先輩、パイセンたちにこう、支えられる、ね、感じかもしれないですけど。もうちょっとこう、ガッツを見せてもいいと思いますけどね。はい。ジャージは、ジャバンテですね。はい。デンバーです。125-18。トリプル窓、三つ窓ですね。はい。で、次は、はい、一つ窓のジャージ、マクローリン。コマンダーズだっけ。100シリ ?100 だ。うん。はい。で、薄いですね。薄いから2オートだったら、これサイン、ルーキーサインかなんかで、こっちがオートジャージーサイン。まあ、ちょっとわかりませんけど。あ、そうだ。はい。まずはルーキーオートですね。ホワイト、レイダースです。75シリ?あ、オレンジか、これ。ジョージア大だ。はい、まず1枚目。じゃあこれも多分オートだね。横型だ。お、リア、おー、はい、9匹きましたよ。はい、99、これもオレンジか。両方ね、オレンジのルーキーオートと、ルーキーのオートジャージですね。投資番号ですから、これがルーキーカードだ。おー、来年楽しみですね。来年というか今年、今年か。うん。はい。まあ、ちょこっとちょこっと出てきてましたけど、で、またなんかドラフトで取るのみたいな。まあでもね、それがアメフトなんです。はい。3番手まできっちり揃えるのが、どのポジションも。アメフトなので。あとはまあ、選手に葉っぱかけるとね、そういう意味はあるかもしれないです。やっぱ余裕を与えちゃうとダメなケースが多いですねなのでトム・ブレディさんの時も常に QB は取ってましたからね。2年に1回はね、はい、ハリス、キミハリス、で最後もルーキーですね。ルーキー、ルーキーです。これもオレンジだ。はい、100シリとなりました。やっぱベテランベース1枚しか出てない。たまたま後ろがルーキーのパラレルだったかもしれないですけど、バーローさんだったら全然いいですね。はい、バーローかハバート、どっちが先にね、スーパー取んのかなっていう。どっちだと思いますまあ今のところ2年連続行ってますからね。いいところまでね、バーローはね。
ハーバートさんは去年ね、骨折が、しかもまあスローイングにね、かなり影響の与える箇所の骨折だったので、まあ分からなくはないんですけど、やっぱりね、そこでバローとマーホームズね、確実にその2チームは倒していかないと、乗り越えないといけないんでね。あとはホースダウンのあのねあの問題がどっか攻略法ないのかな見つけないのかなっていう、まあみんな真似しそうですけどね。そうですね。いやー、なかなか、マッデンのオンラインをやってるとホースダウン必ずあのインチをや攻めてくるっていうねゲームだと大体それでね、ああ取れちゃうよね、フォースダウンでもインチとかね、1ヤードね、押し込んじゃうもんねっていうね、それを現実にしたっていうね。いやー、なかなか、アメフトも変わってきましたね。はい、ということでこちらでね、今日発送いたします。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。